立つとは、神話上の神々に見られる描写である。創作上の架空の生物でもよく見られる。創作上の竜人は、ドラゴニュートとも言われる。二足歩行で、竜もしくはドラゴンの姿をしている獣人である。竜王像。べき庭園にて。古くは八大竜王、四海竜王伝承。最有機の竜王の絵や像は、型としてはまさに竜人である。日本の古墳では、 四方の詩人が描かれた壁の下に、それぞれ三体ずつ十二死の十面人心像が描かれている文化がある。しかし、ヒトラ古墳では、北壁、玄武の、古、東壁、清流の、虎、西壁、白虎の、術、南壁、スザクの、馬など六体の発見に止まっており、つの十面人心像はまだ発見されていない。ギリシャ神話には、 ケクロプスのような男の半人半竜の神もいる。中央にはズメウのような竜神もいる。人頭竜神像は世界的に残されているところは少ない。ただし、中国の創世神話の仏義と除歌の姿は一こべ竜神で描写される。また、三界行には数多くの人頭邪神の神々、怪物が描かれている。創作世界においては人や竜への変身の有無。 皮膚の色、翼の有無、飛行の可能負荷、武器の有無による、その所持の可能負荷など、作品によって様々な違いがある。ファンタジー系ロールプレイングゲーム等においては、人間の姿を基本に、竜もしくはドラゴンの体の一部が生えていたりする、姿で描かれることが多いが、ファイヤーエイムブレムシリーズに登場するマムクートや、ブレス・オブ・ファイアシリーズの竜をはじめ、 完全に人間の姿のものも多く見られる。ドラゴニュートという言葉は、この創作世界で多用される言葉である。卵体制なのかどうかといったような生物学的な設定も作品等によって異なり一定していない。ありがとうございます。